地元で。そうなんです、よかった、初めてです。東京さんに。え、これ初勝利なの、予選で。あ、予選で。あと一般戦。あ、そう。あ、一般戦は何回かあるんですけど、それが初めてだった。へぇ、嬉しかった。意外。いやいやいや、石井貴子さんのツバ、はい、すごい上がりも良くて、すごかった。今回します。まあ、佐藤さんも先行しに行くんだろうけど。そうですね、うん、やっぱ一緒に動いて番手も。そうですね、取れたら結構動きが入る。その3人自力出すタイプがいるので、復帰があるかもしれない、あると思うんですけど、流れに乗りたいので。はい、ありがとうございます。小林さんから、リコさんからフレーム借り。ああ、そうです。変わらず。ああ、そうなんですね。はい、点数が上がってきたら頭打ちになってしまうっていうのは、はい、そうですね。でもどうでしょう。いや、今現在が壁打ちだなって感じはありますけど、それ今ちょっと、まあ、すごい点数を今気にしてる感じなんで、もうちょっと上げたら。今だったらこっからこう上がってきて、ちょっとまだ、そうですね、結構それが下がったりってあるんで、ないように。そうですね、もうちょっと年にずっと絡めるような。そうですね、はい。前回のこう7のレースも僕見たんですけど、はい、まさかですよね。あ、まあ、でもある意味ね、自分もそこに決めたのが自分あ、それからカバーできなかったのがちょっとあれだったので、はい、本来ならあのまま行ってくれたので着取れたので、まあ、まあ、難しい。そうですね。